岩碧の花三重県伊勢市浅間山岩碧は、人蝶下下河岸族の落葉低木で、学名は、リプラモーファシコキアナ。奈良時代から、聖書原料として用いられている。別名は、神の木。生育する東原は、静岡の伊豆、北原は、石川の鹿賀市付近までである。四国、九州、静岡、兵庫などに多く、団地を好む。高さ一から三メートル。 枝は褐色、葉は卵型で合成し、初夏に枝端に黄色の小花を登場に密生する。花には壁がなく、先端が四列して、黄色、株が筒状で白色の額を持ち、花子は額を伴った草花を結ぶ。繊維は蝶の三分の一程度と短く、その質は優美で光沢があり、平滑にして、 半透明でしかも粘性があり、緊縮した紙質となる。富山県では模造紙のことを岩皮という、新方言の一つ。野生品は乱獲しすぎて、収穫量は減少傾向にある、このため困難であるものの人工栽培が試みられている。未生、根分け、刺し木などにより苗を育てるが、一年目の植え替えの際によほど注意しないと故死する。 苗を植え付けて3年目に第1回の収穫を行うが4月から11月が適当。生皮を剥ぎ乾燥して出荷する。生死の過程は三つ和川などと同様。検討市と共に塔に渡った最長がわざわざ土産として畜死の秋神を200張り持参している。紙の先輩国である中国に土産として持参できるほどに高い評価を得ていたことになる。 平安期の公家の女流詩人たちに、金文字を書くのに、最もふさわしい紙として愛用され、中世から近世にかけて、鳥の子紙の名で紙の王としてその名を知られている。元碑の女名の由来は、カニヒという植物の古名から添加したという説と、紙ヒがなまったとも言われている。ありがとうございます。